にちは、あやです。皆さん最近話題のドリンクって何やと思いますか？正解、最近ダルゴナコーヒーってめちゃくちゃ流行ってるじゃないですか。でも私はコーヒーがあんまり飲めないので、あんまり作ろうっていう気持ちにはならなかったんですけど、視聴者さんから美味しいですよっておすすめしていただいたりとか、あとインスタとか YouTube でダルゴナココアっていうのを見て、あ、ココアやったら飲めるかもって思って、で今回はダルゴナココアを作っていこうと思います。それではレッツゴー。はい、ダルゴナココアを作るときに生クリームがないとふんわりならないっていうのを知って、スーパーに生クリームを探しに行ったんですよ。でも生クリームが1個もなくて、なのでどうしよう、作るのやめようかなって思ってたんですけど、 YouTube で作り方を調べていたら、ハルアンさんっていう YouTuber さんがダルゴナココアをこれ卵で作ってたんですよ。卵の卵白を使って作っていたのを見て、あ、それならできるって思ったので、今回は卵を使ってダルゴナココアを作っていこうと思います。材料はココア、砂糖、お湯、卵、牛乳で、最後ちょっとトッピングにこれを買ってみました。オレオクッキー、これ私食べたことあるんかな、めっちゃ楽しみです。で作っていきます。まずは初めにシロップを作っていくそうです。これに砂糖大さじ2とお湯大さじ2を入れてシロップを作っていきます。小さじ3杯で大さじ1と一緒なので 6杯入れていきます。でお湯を大さじ2入れます。で混ぜます。で次はボウルに卵白を入れていきます。卵黄はこっちに入れていきます。卵白が入ったので電動ミキサー、電動ミキサー、ハンドミキサーハンドミキサーを準備。じゃあこれをモコモコに泡立てていきます。じゃあここにさっき作ったシロップ大さじ1ずつ入れて混ぜていきます。大さじ1、こんな感じになりました。じゃあここにココア大さじ1入れていきます。ちょっとさっきの洗う、洗ったので大さじ1、このぐらいかな、入れます。ではこれ泡立て器で混ぜます。ほら OK。 じゃあ盛り付けていきます。これに入れていきます。牛乳、これくらい多い、ココアを入れる、え、浮くんかな、沈まん、いきます。うわっ、うわっ、すごい、すごい、美味しそう。え、すごっ、こんなんなん、すごっ。ちょっともう一杯作ります。こんな感じで入れれました。え、すごすご。オレオクッキーをトッピングしていきます。1個はちょっと砕きます。じゃん、完成。え、めっちゃ美味しい。
ただきます。こうコーヒーの苦味とかあると思うんですけど、ココアなのでシンプルに甘い飲み物です。めっちゃ美味しい。しかもこのココアクッキー、オレオクッキーもうめっちゃ合います。なんか口の中に一緒に入ってきてもこう甘さくほろみたいな感じでめっちゃ美味しいです。てかこのクッキー美味しい。めっちゃ、はい、今回はダルゴナココアを作ってみました。ほんまにめっちゃ美味しかったです。コーヒーが苦手な方とかはぜひこっちのダルゴナココアを作ってみて飲んでみてほしいなって思います。でも結構牛乳いっぱいあるのでコーヒーでもいけるかなって思ったし、想像以上に美味しかったので、ちょっと今度ダルゴナコーヒーも作ってみようかなって思います。よかったらグッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。